sé. はい、琵琶湖ガイドの安井です。今日はですね、地元愛知県某河川某用水路、まあね、短時間なんですけど、まあ、夕方前後ぐらい狙っていきたいと思います。まあ今日もね、巻いて釣れちゃうんですよ。ジャイロスター31とチクスピナ、これがねめちゃくちゃ釣れるルアーで、まあね、魚種問わずバス、ナマズ、ライオ、マッシーバスっていう感じで、もう巻いてね何でも釣れちゃうっていう感じなんで、まあ今日はね何が釣れるかなっていう感じで巻いて狙っていきたいと思います。ということで、まだねちょっと太陽高いんで暑いんですけど、まあ夕方ぐらいまで巻けれたらいいかなっていう感じで狙っていきたいと思います。はい、今回巻くルアーなんですけど、まあこれね今年マイブームであるジャイロスター31とジグスピナー、まあね、この組み合わせのセッティングがめちゃくちゃ魚種問わず釣れるっていうことで、まあこれをね、巻いて狙うんですけど、まあ今これね、ジャイロスター31、逆付けでセッティングしてあるんですよ。まあこれはね、逆付けすることで、まあ上下使えるっていうのもあるんですけど、まあ逆付けにした方がね、ちょっと浮き上がりが抑えられるっていうことで、まあね、ゆっくり巻けれる。っていう感じなんで、ちょっと巻き物でも食わせを意識したいときはこうやってね、逆付けすることによって浮き上がりを抑えてゆっくりと、その狙いたいレンジを狙えるっていう感じで、まあ今回はね、この逆付けと通常差しを、まあローテーションしながら巻いて狙っていきたいと思います。はい、ジャイロスター31ジグスピナー巻いてバス、いい感じにゴンって引ったくってくれました。まあサイズはね35ぐらいだけど、いい感じに食ってくれたんでナイスコンディション。はい、ジャイロスター31ジグスピナー巻いて、まあね、35ぐらいかな、バス釣れました。やっぱね、巻いて釣れる、気持ちいいね、いい感じにフッキングも決まってます。はい、今回紹介するのは、ジグスピナーのめちゃくちゃ釣れるセッティング、ワームのセレクトなんですけど、こちらになります。
ジグスピナーにセットするのは上からザイロスター3インチ、真ん中ベローズスティック 2.8 インチ、一番下がイモリッパー60。まあ、この組み合わせがね、ジグスピナーとセッティングした時マジで釣れるアクションが出るので、まあ、ジグスピナー、このキラキラですね、このキラキラにセッティングするのは基本的にこのザイロスター3インチ、ベローズスティック 2.8 インチ、イモリッパー60、これをセッティングして巻きます。で、こちらのね、今セッティングしてあるジグスピナー、ザイロスター3インチなんですけど、まあ、こちらのジグスピナーは市販品の、まあ、売ってるやつで OK です。で、これね、セッティング今してあるんですけど、フックはこちら、ハヤブサの FPJ タイプラウンドの8分の1オンス。8分の1オンスをね、セッティングした時に、めちゃくちゃ釣れる動きが、アクションが出ちゃう。で、ちょうどね、この8分の1オンスっていうのが、おかっぱりでこう巻いてて、気持ちよく巻けて、なおかつ、根がかりも少なくて、ちょうどいいレンジ、水深を巻けれるっていうのが、この8分の1オンスのセッティングで、まあね、こういう感じでセッティングして巻くっていう感じですね。これが釣れるジグスピナーのセッティング紹介になります。3インチジグスピナーで、まあ、回収しようと思ったらね、足元でひったくって食ってきたっていう感じで、ナマズ40ぐらいの釣れました。ジャイドサ3インチジグスピナー、マジで釣れる